ここれこれじゃないよ。これ使い回しのやつですよね。すいません、ちょっとちょっす斎藤さん、ちょっとまだ探し中。なくした俺さっき見たよちょっと待って、ちょっと待って。いや、俺、ちゃんと控室で説明の時ね。 もらったの今のスーパー銭湯純烈じゃサブタイトル下入ってるパネルあったんですよ。書いてあるよ。そんだけ引っ張ったらすごいもん出るんでしょうね、これ。<laughs> じゃあ、白川さん、サブタイトル発表してください。はい、じゃん。スーパー銭湯純烈じゃ、追、うん、いたきごめんということでございますこれ、本当にあのツイッターでファンの方が。あの ななんていうのかな映画を1回見て2回目以降見るのを、うん、まあお風呂屋さんにちなんで追い出きしてきましたっていうことでそれがだん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 メンバーとか、あのー、ファンの方にも広がっていって追、ねうん、い出き3回目追い出き10回目とか何回も何回も見ることを追い出きっていう言い方で、うん、それをもう見事にあの監督たちもあ面白いじゃんってことで採用して「純烈ツ2」2> 純烈ジの追い出きということでそのまま使わせていただくということで映画タイトルですらもファンの方発信のところを採用してしまう純烈というもうその人は荒れちゃいます見放題でいいんちゃいます追い出しし放題ほんまにもうドセルとかってこういうちょっと抜けたところがあって憎めないいやいや素晴らしいですよガオレンジャーの20年前からねちょっと抜けてていいんですよ魅力なんですこれがサッカーはめちゃくちゃ詳しかったですよ あ、そこの間のフロントターレンの時、に純烈ジャーが来たから、斎藤さんいらしてたら。めちゃくちゃ詳しい解説してくださって。あ、本当。あんまね、詳しくないんですよ。小谷さんは今日朝、おひ、あの、関西の番組出てますよね。なんでそんなむくんでるんですか。寝てた、新幹線の中で。眠すぎ。て朝何時に起きるんですか、あれ。マイクは使ってください。六時前には起きてたから。六時。六時。でも、今日、私、あれですよ。 この前にあの豊洲行ってますから。豊洲。いや、あの別にお前の話は聞いてないんでね。あ、そう、俺の話聞いてないですか。今むくみ中心に。あ、なるほどね。そう、いっぱい食材買っちゃってね。聞いてないですか。聞いてない。そうです。